バージョンね。あさこさん、はい、ナインティ不得意なこの二人にみっちり1時間教え込んで回るようにしてあげてください。お手本お願いします。おお、すげえ。床との相性が悪い。床との相性が悪いけど、でもナインティできる人だったら、まあそう。じゃあ視聴者の皆さん、ナインティできる人のナインティとナインティできない人のナインティ、今から比較動画をお見せするので、じゃあ最初はグーじゃあね、ボイはい、いってください。いきますよ。回っちゃってよ、回っちゃって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 、倒すな倒すな。おお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 お、なるほどなるほど。おお、なんかあーやっぱりでもみっちり教えてもらって、はい、3週ぐらい行きましょう。僕は堅実に2週ぐらい、2週、ああ2週、3週と2週の、はい、お願いします。ナインティは多分人によって教え方違うと思うんですけど、俺が思うナインティは、はい、ワンハンドフリーズの軸を取り続けるっていうのが多分ポイントだと思ってて、最初初心者でよくありがちなのは回ろうっていう意識が強くて、それが強すぎるとここがやっぱ離れちゃうんですよ。ああ、いや離れちゃう、こういう感じでなる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 す、なります。多分ドリルとかもそうなんですけど、回ってる最中にここの軸がこうずれながら回っちゃう、ナインティだったらこう斜めになりながら回っちゃうっていうのがすごいあるんで、まずはニューヨークで入って統一入って、ここのワンハンドのフリーズになった時にまずこの軸をしっかり取るっていう、これがめっちゃ大事です。ニューヨークから入って、でここのニューヨークから入ったあの遠心力もついちゃうんで、そこも遠心力に負けてこうならないようにしっかり倒立から自分の軸手に重心を寄せるっていうんですよ。だから最初回ろうとしないとか、ニューヨークから入ってワンハンドです。まっすぐ。おお、そう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 。だから余韻でちょっと回っちゃうみたいな感じがめっちゃいい。そういうこと。じゃあ僕もいきます。形からまっすぐ。おえぇおぉ、一発目めっちゃいい。あー、そういう方ねか。あれば、そうですね、今のは足がずれちゃったりしてるんで、あ、そう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 、固めるっていうのが大事なの。あ、そう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 、入りの勢いだけで余韻でちょっとこういう風に回ってるだけみたいなっていうのが大事です。とにかくここのうわーっと、もういつものここからこうやってやるのと一緒で、はい、ただそれを入り方変えて若干回転が入ってるだけで、ここからガチの前に。ああ、なるほど。なんかニューヨークの入り、まあ人にもよると思うんですけど、うん、こう入る入り方と、なんか真下にマジでもう結構グッとね入るような、なんかはいはいはい、でどっちがいいという、いや、まあ、それも好みだと、好みかな、うん、なるほど。じゃまず固めるのを覚えたら、そうですね、わかりました。で、大事なのは入り方っていうよりかは軸をずらさないことが大事なんで、うんうん、自分の軸がずれない入り方だったら個人的にはいかないかなって思う。とりあえずならしっかりここで耳に寄せて固める。固めます、固めます、はいはいはい、はい、いい、いいよ、カイチ君いいよ、どうっす、いいよ。おー、めっちゃいい、めっちゃいい、なんか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 いかにこの時間が長く止まれるかっていう、はいはい、そうそう、いいですね、いいですね。軸さえ入ってればめっちゃ長く止まれるはずなんで、お、あ、そう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 で、そこの軸取りっていう意識を絶対に忘れないまま、そこでこの回る瞬間に手のひらのひねりと体のひねりを合わせてあげて90に、おお、ただやっぱこっちのひねりの方を意識しちゃうとまた最初に戻ってくるんで、あくまでもワンハンドフリーズをしに行くプラスひねりを入れるっていう状態で、おお、うわー、めっちゃ綺麗を作るのが大事。はいはい
ラ意識しなくていい。カメラ意識しなくていいですから。ガチで練習しなさい。おー、いいんじゃない、いいんじゃない。で、あとは、はい、たまにやっぱこう、キュッて一周回ってからの、ここで、はい、止まっちゃう人もいるんでね、はい、回すんだけど、その後に回し続けるみたいな感じで、一回回って止まらないように、はい、こう、ずっと回し続けるみたいな感じでやってあげると、はいはい、引っかからないかな。おー、なんとなく、よし、あざす。足閉じて。おお。すげえ。すげえ。すげえ。めっちゃ綺麗。すげえ。固める。2周目。すごい。固める感じだった。超近くにせず済んだ。すげえ。来た。会長やばい。もう無理だね。もうジンクさんもできちゃう。結構できてる会長。マジですか。できていいよ。新メガのオムスト。多分俺乗ったらドリルは得意だから。ああ、そうそう。おお！いった！いった！今！うまっ！あ、そうそうそう、そこで。もっと止まりに行ったんで。あ、そうそうそう！そう、邪魔場所で！今まで回復してれば、そうですね。でも、リバーも組み立てやっと、なんか、おー、止まる。今のはズレだから、ズレだから。あー、おっしゃ。よく出しちゃいけない。はい。おー、うまいぞー。惜しい。あー、惜しい。なんか、ちょっと重い倒れ気味みたいなんで。いや、すごい。あー、おー惜しい。一周が一周が乗ったけどね。さあタイムアウトということで、1時間挑戦した末にウィングゼロさん、はい、2周を耐えきました。いや、これすごいでしょ。すごい。ラッキーとはいえ。ラッキーじゃないでしょ。めっちゃ積もってた。でも練習頑張ります。頑張ってください。2周を常に叩き出せるように。はい、そして、かいちくんもね、はい、まあ、1周は回れるような感じ。そうっすね、なんとか。でも、良くなったよ。うん、めっちゃ良くなった。このまま練習仕込めば、うん、お二人もっともっと上手くなると思うんで、まあ、さすが、足高先生の指導ということで。ありがとうございました。本当に、しっかりお礼を言ってください。はい。せーの。ありがとうございました。そんな足高先生、オンラインレッスンもやられてるので、はい、概要欄から皆さんぜひチェックしてください。よろしくお願いします。 YouTube チャンネルもね、はい、YouTube チャンネルの方もあります。はい、うん、興味ある人は覗いててください。皆さん要チェックです。はい、お願いします。で本日はありがとうございました。ありがとうございました。いや頑張ろう。本当にすごい。ミングさん本当にすごいです。よかった。じゃあ最後にちょっと、じゃあ、あ、最後最後ウィニングラインやるわ。めっちゃええ、シェイ。さようなら。